皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もエルデンリング遊んでいきましょう。さあ前回はついにアルター高原の終盤マップ、オートローデールに突入で、まずは一つ目のショートカットを開通させました。で今回まずこの東門駅、ここからスタート。こっからそこの落下かな、これショートかね、ここね、こっからですね、そこだな、そこから下っていける。でこの中央広場、これは前回動画の最後で行ったところとメインストリート、これ上から見た方がいいね、わかりやすい。これちょっと待ってな、素通りしようと思った。これまずいかな、どんでかいやつ、うわこれシャボン来た。はい、うわちょちょちょ、これし、うわこれ飛ぶのか、ふんわり行くのか、くそ飛ばれると厄介。下ってこっからだな、ここだね、ほらこのインプ、これは隔離、はい、よし、これ死なないね、おら、よしよし。さてこっからどうする、降りてきたけどもこっからどうする、こっちかな、ここしか行けない、これも釣り出し、くっくり、そこな、そこの塔、これないか、あ、危なかった危なかった、はい、よし。そうほらこの扉ね、これ溶接されてる、多分ローかな、わーいた、そこにいた、びっくりした、どっから来た、そこも行ったね、これ取ってない、こっからそこ、うんとね、そっち側、そこ行きたいな、できれば。どう行く、下ってしまうと帰れない、そっちっぽくない、こうだな、こうだ、よし、背後注意、これで何、こっからどこ行く、こっからさらにそこかな、こうか、ここもだ、ふっくり、そう来て、ほらそう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 、うわっちゃやゆち、くっそ、そこの中強ポジよ、こっからそこ、そこ行っとく、はい、よしで今日こっち、ここなんだこれこう行って背後注意、それだな、これだね、これは何か、よしよし、くそ普通だ、石剣か、マジか、これで終わり、こっからね、この死体剣だな、ここら辺はできるわ、普通にいるわ。え、何これ。そっちの端っこ。ただ、アイテムないかな。うわった、そこにあった。そんなとこに。そこの端っこ。これ、帰れるかな。こう来て、こう来て。そう、ただ、ちょっときつい。きついかな。こっから帰れない。こうなったのに、もう一回行く？それか素通りするか、そっちのゲート、これっていける？
これどこだろう。これが、ここね。ただ多分開かないかな。いや、開くんだ。ここに開く。これどこなんだこれ。灰かこれ。こっから、こう行けるんだ。こっちに行ける。くこれ広いね。ここ何行くべきなの。普通にできるよ。これこうしか強くはない。ルートが分からんな。こうなるとますます分からん。そこにあれ何、なんかキラついたものが見える。なんだあれ。ほら、きらびやかな葉っぱか木か。あ、これくそ、しょっぱいフリ。この先見てもう一回かな。これジャンプ。強くはない。はい。と星に行く。ここら辺そうね。雷系多いかな。サンダー属性。これで終わり？うわ、これか。これ、あ、まあ、これ強いんですか。これはなんだっけ、これボスキャラだろ、ほら。以前の、いつやの。痛い。ブンブン。ワンちゃんはずっと見てるわ。なんだっつって。かわいいな。緩くていいね。ここでファイヤー。ファイヤー。よし。鉄の体験。これいいね。とワンちゃん。え、このワンちゃんこれなんだろうこれ。全く仕事しないんだけど。よし。と、超高便。ここはさすがに行けないかな。で、これは鉄の体験。黒金の体験の方がいいかな。分厚い鉄のエヴァを持つ体験。千年とは無縁の武骨な武器。これはクレーモアと比較すると若干重い。性能的な、まあ多分、どっこいどっこいかな。これで、こっからどうする？こっから、上に行くとこれどうなんだろう。こっちに行っちゃう？これね、行ってみる？いや、しかしこのマップね、これ過去作の中でも最大規模かな。街としては。この上だね。群れに注意。ここなんだろう。ここ行けるよ。こっから草に注意。左ターゲット固定。草、これってこと違うね。これかな。寝てる。ちょい方かな。よし。これ絶対何もないだろう。絶対ね、これ。これで、ここもだね。この、下か。下がある。ジャンプ台。これ、ちょい方ね。よし。ただ、ね、あ、これか。これは探石。装飾探石。これ、ここでもか。この数。一旦怠慢かな。この人、早く。そう。はい、4発。よし。
あたら、超高子。ここでか。超高子がね、これちょっときつい。わあ、これこっち見た。この数ね、これワンチャン死ねるもんな。あれ何、あれバフじゃない？あー、しかも2人いた。これまずいね。結構いたな。5体来ております。さっさとやる。はいはい、でファイヤー、よし、焼いて。その粉やめろ、変な粉をまくな。一発回復してからの前捨て、よし。はい、背面そこね。降りてこい。音も呼べないわ。くくり、ここだ、よし。はい、でぶさし、入らん、しゃあない。この先なんだ、これ。これ何やんの、先のっぽくない？この敵の数、はい、あとそうね、下水かな、金の下水はどっかにある、入り口かね。いいよ、多分これ墓だよね。でこれと、これ久しいな、2回ね。と、養成長。この先だな。ここ何？こう行く？こっからレバー。これ多分エレベーターか。引いていく。ただかなりギョギョしい。これね、やっぱこういくのかな。これは真珠と、いや違う、多分祝福かな。いやないわ。ないの、祝福はない。で、タリスマン。ちょいでかいね。ね、ここら辺に祝福がない。できれば作っときたい。あれ、何？封印を調べる。こっから先に行けない。祝福のモンゴット。倒してから来いと。つまり。そっか、モンゴット。これね。となったら、帰るか。一旦戻って、で、あのアイテム、取りに行く。いけるかな？これきついか？こっから無理。いや、それかな？こっから下って、一旦これ下って、あ、くそ。多分追ってくるわ。で、探査記録。これね、ここまでちゃんと来い、降りて来い。これ止まるな。よし。こいつだな。ちょいちょいね、ぶさす。よし。遅らすため。あ、死なない。あぶない、あぶない、あぶない。ここね、これ取ってからのさらに下っていく。来るんか。下のこれ雑魚キャラかな。はい、よし、かっこいいやつ。とインプの頭、これは猛者タイプ。こんなもんかな。
あー、ここまでやばかった。うわー、やばかった。パートいっちゃった。これやっぱファイヤーかな。ファイヤーパワーっていうね、筋肉の。で、ぶさし。で、回復してもらって、さらにやる。これ回復力これえぐいね。うわ、めっちゃいっぱい来た。一回振らせて、ここからファイヤー。よし。あ、今ガルできるのクソ。よし。よしよし。で、再びのストリート。これね。こっから、今回、そっちかな。それかそこの奥。そこの奥ね。どう行く？これってこれなんだっけ？これリフトだったっけ？これ、こっから先どこに行く？先下かな？そこまでに、これ全部行けんの？これすごいな。ここだけでこれ、相当パートかかるよ。一旦こっちかな。この先強敵。ここはね、やっぱりね、なんか黒な。これは、あれか、化身か。まあ、これは普通だわな。痛い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 っす。すいません。見えないっす。見えないっす、ここ。まずい。ドッカン。危ねえ、今の危なかった。よし。ドン。腐敗持ってない？腐敗ないんだったらいいよ。ドン。ブン。で、ドッカン。これ、魔法だろ？ここから魔法来ない。あ、そう。ドン。あ、これが魔法かな？あ、これね。これ怖いやつ。貫かれる。あ、ドン。ひるめ。ダウンしろ。もうちょい。もう一発ぐらい。よし。で、ぶっ刺す。こいつは普通かな。こっからだね。どうのルーン。この先。これ取ったな、多分。そこね。多分前回取った。となると、ずっとこの先。これ取れる？こうかな。いいね。ジャンプができるっていいな。で、これ支援アイテム。聖油。こっからパーッと行くと、こっちにちゃう。ただ、クソ、これ、こういう脇道あるわな。上行けて、さらに、これ行ける？これ何？どこ行くの？赤い腐敗。あ、ただ、祝福だ。これ、下水っぽくない？違う。一旦これ休んで、で、上かな？ドルーン。で、これはさっきの王のルーン。使用によって絶大なルーンを得る。かつて王となるべき運命があった。エルデンリングが砕けた時、それは遥かな使命となった。これは割と抽象的っていうかね。文字通り読み取るんだったらさっきの化身、あれが王になるはずだったってことかな。これ5万でかいな。ちょっと、もらいすぎた。で、レベルアップ。今回そうね、スタミナかな。こっからどこ行く？これは踊り脇の炉台。炉台ね。ただ、こっから下っぽくない？そしてなんか、超強そうな急変がいる。ね。これ開く？開かない。飽きそうだな。どうしよう。自分としてはやっぱりこっち、このそっちとかね。そこなんかボス臭くない？あとここだな。この上ね。これ気になるわな。潰しておく。あ、できた。
先にこいつだな。ぶっ刺し。よし。この雷は右のやつか。くっ。こしゃくな。こいつね。あ、危なかった今の。よし。うわ、これこっからさらにか。この足が1、ここのこの足が1、これひどすぎない？どうなってんだ。撃っちゃった。はい、こっからそっちに蹴る。こっち、これは、何？これ雑魚的ね。こっちこらに。はいよ。いや、今のちょっと遅かった。そう。キノコ。これね。キノコではない。あ、なんすかなんすか。何？上？どこ？あ、あれか。これね。そんな強くはないかな。バーッと避けて。で、反応。よし。これもちょっとね、かわいそうね。なり損ない。で、ルーン。これで終わり？やめておけ。これは下ってしまうと下かな、下に行っちゃう。一旦行っとく。気になるもん。やめておけ。ブン。あの奥にいる、奥にいる。まあ、これ待ってすんやめとけね、多分ね。なるほどね。ファイヤー、さらにファイヤー。よし、ぶさし。わあ、ここにいた。これってと何言ったっけ。これどうだったかな。なんか行ったような気もするし、行ってない気もするし。いや、多分行ったな、おそらく。行って。こっからこっち。あ、ここね、行ったね。はいはい。これで、再びだ。これ放置。こっからそっちね。ずっといてそっち。そこボスかな。できればボス戦行きたい。軽いボス戦でもいいよ。これ何？これ、あ、これね、ほら、なんか、蓋っぽくない？ただ、砕けない。下がある。これ、下水かな？この強キャラか。あと、この脇ね。わけない、これ追なしかな。まずこいつ、よし、次こいつ、よし、くっそ雑魚へかかってきなさい。ほら、こいつだけ、これちょっとだけ強いんだな。強いんじゃね。あれなんだろう、わからん。我慢？違う？死んでた。これっていける？あ、開かない。これ開かない。これはこの辺り。となると、こっからこう迂回するか、さっきのここら辺。このマップこれすごいな。ただ、ほんとなんか平和ね、穏やか。眠たくなってくる。
こことかでツヤっとね。ここの上行けんだな。そう、わあ、それダメですよ。ブブゼラは、ブブゼラって何年前に出たっけ。もう15年ぐらい前。あの矢はね、矢は痛いんだ。こっちかな、ジャンプ。これは何、何でもない、オブジェクトね。怖っ。これ大弓かな。あ、これ勝てんよこいつ。もうなんかスッと立つの、お前びっくりしてんか。よし、ね、これ何、え、何、これで終わり。いや、こっからこういうのがある。はい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 、これがその下水のか。ちょい待ってね、こっから下水に行く、それから炉台に行く。そこの上もほら、これだっけ。こっから行って、この右だね、こっち。わあ、ここもあの追い見んのか。マジか。やっぱり進まって、ザコいた。これまずいな、この数。うわ、これ超きてんだけど。待って、そこであの公園が大弓撃ってくんだろう。よし、燃やしていく。ぶさし回避。よし、うわ、さらに追加きた、増援きた。その白い剣、あれなんだろう、生息性多分。こっちの声何、これ何なの。そっからほら下っていけるし。あ、ただあれか、下るとそこね。あと屋根にあった、屋根あんのか。いてー、相打ち。それ我慢、回避回避回避。この泥仕合感よこいつね。この炎茶、こいつ強いんだな、こいつマジで。くそ、後ろな。はい、一発。よし、からの一発回復かな。サイン増えた、ついてこい、ファイヤー。よし、これ便利っす、無難に便利。これどこ、ちょっと待って、これ何、これ、こっからさらにこういけんの、奥に行く。これそうね、行くんだったらそこか、先に下に行っちゃって祝福かな。と、これ何、石剣か、普通だな。こっから多分下に行ったら祝福あるんじゃないと思うんだけど、あるんだったらばノック。祝福ない。こっから下ることもできる、ほら下あるもん。うわ、手いるし、ここで手いるのか。この先に祝福で、蹴落としてと強キャラね。あれ意味潰しかな、ここね。ここどこだ、これ、ここねとは言ったけど、どこだよくわからん。行けるとこに行くしかない。祝福なくね、これなんだろう、旧市街と化石かな、正解化してて。これは、これなんだろう、え、これ意味潰し、あ、ですね。これちょっと厄介。そうでもない。4発。ガードしてファイヤー。よし。祝福そうね。祝福取ってからの先に行く。これかな。よし。よしよしよし。
と純洋物式のドレス。これってあのフィアか、フィアさんので、これはライオネル装備、だいぶポチャンされてる。これね、ライオネル装備。恐れを知らぬ気取った騎士は故郷を追われたフィアに出会い、彼女の父たるを自らに命じたという。え、こうやったら勝手に自分がお父さんになったってこと？フィアの結構迷惑じゃない？こっからそうね、こっから下っていくと、これ下水っぽくない？さっきそうね、これで一応に戻った先かな。そう、ここのこっち、できない？この上だね、ここだね。これはそう、ここなんだ、この奥なんだ、ここな。わあ、こいつ、あ、まだ右にいた。あ、超腰いた。え、マジか、これ。これミスったな。あ、突っかかった。くそ。危ねえ。ただ、勝てる。先に超腰。やっと。はい。よし。これならば勝てる。一発回復かな。どうしよう。微妙だな。バクン、バクン。で、ファイヤー。撃っちゃった。これ怖い。ドカン。これ2発。おし。いった。ぶっ刺し。死んだろ？危ねえ。この先は、これ何？これボス戦？違う？ボス戦どこだ？ヒデオンルーン。これは、下に注意。これ無理だろう。これはこっからいける。あ、危なかった。危なかった。なんかそこ行けそうな気もするけど、これ無理。そこにメッセージがない。多分無理かな。この高さ。ただ、そっちがある。これを伝っていく。そこね。となると、一旦下水道行って、まあ、もしくは、こっちか。この踊り脇の土台、このどっちかの先を潰していくって感じかな。
じゃあそうですね、今回は時間の切りがちょうどいいんで一旦これで終わりにして、でまた次のパートにつないでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回エルデンリングでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。